はいどうも、ティドットティです。今日からですね、カイロソフトさんの風雲ボクシング物語っていうゲームが出たので、本当はサッカーもやってみたかったんだけど、まあちょっとこっち新しく出たんでやってみようと思います。ボクシング、面白そうだね。じゃあセーブデータ、始めからお願いします。素晴らしいジムを作りたい。あ、ジムの名前ね。あ、会長、まず選ぼうか。ボクシングが大好きです。なんか戦闘シーンみたいな。検討の検討を見るのが好きです。ふざけてんな。いいよ、いいよ。そういうのいいよ。ボクサーを育てたいです。我が子のように育ててみてます。私にお任せあれ。なんかみんな普通だな。普通だな。ボクシング好きにしとくか。まあ、じゃあちょっとジムの名前変えようと思います。はい、俺もねカイロソフトさんのゲームね結構やってるんですよ。結局お金稼ぐこと重要だと思うんですよ。でそうなってきた時にやっぱりチャンピオンを目指せるジムってチャンピオンって結局一人しかいないわけだから、そこを目指せるジムっていうよりは万人受けするジムダイエットジムで稼ぎに行こうかなっていう、初心者歓迎そんなジムでほがらか二郎会長が頑張ってくれると思います。ほがらかにね、行きましょう。かっこいいな。え、バス誰、会長が乗ってんのか。なんだこれ。ほうほうほう、びっくりした、車バスかるかと思った鈴木同じライン出してくるから。秘書の、何これ、ヒデドリアンコ、エイドリアンコ、なんていうの。ほがらか二郎会長、はじめまして。私ヒデドリアンコと申します。なんかカイロソフトさんにはない読みづらい名前だな。破格で手に入れたこの土地でボクシングジムを立ち上げると聞き飛んでまいりました。めちゃめちゃいい秘書じゃん。ボクシング好きの私が秘書としてサポートしますのでご安心ください。まずは選手を集めるためジムの建設から始めましょうそっからなのめちゃめちゃ田舎じゃん。35万お金があって10万で建てれるってことね。よし建てよう。ダイエットジム本館、チャンピオンを輩出する素晴らしいジムを作り上げたいです。ちょっと目的ずれてんな。ちょっと目的違うよ。そこじゃないから、稼がなきゃいけないから。言ってもお金のないジムは人が来ないしね。そんなからたまたま出たらいいなっていうぐらい。なんとどっからともなくジムに興味がある方がいらっしゃいました。早いな、立ったばっかり。入門希望者、こんにちは。僕たち出来たてほやほやのボクシングジムに興味があります。ぜひ入門させてください。こそ弁の習得とともに左利きになった。こそ弁の習得とともに左利きになった。もともと右利きだったってこと。右利きでやれよ。じゃあなんでわざわざ左利きにしたの。可能な階級2種、やる気があります。まあまあまあ、能力も初めはこんなもんでしょうね。山上、定食屋と間違えて訪れてきた逸材いいの。ゲッツゲッツ、岩石岩石、ゲッツ岩石。はい、3人いるんだ。髪型が崩れない、フットワークの発案者、パンチが得意です、リーゼントナス。はあ、まあまあボクシングに髪型は自由だからな、多分わかんないけど。先週からビラを配った回がありました。早速記念すべき1人目のボクサー選びましょう。え、どういうこと。3人のうち誰かしか選べないんだ。お帰りなさいませ。あ、何、会長。え、どうやって選ぶの。ちょっと待って、どう。いきなり投げ出されたんだけど。左側3分の1、設備なし。設備を見つけて配置しましょう。設備変更、何、え、設備は試合をこなすと手に入ります。じゃあ何もないってことね。今じゃあ何もない状態で、あ、メニューあったわ。で2階を選ぶと、はい、あ、誰をボクサーとして育てますか。ちょ、見さす、もう一回見させて。こいつはまあ基本 E で、技術と魅力がさらに悪い F。 うん、閉じる。あー、こいつの方が全然いいじゃん。体力とスタミナ D。 うん、ただうちは痩せればいいからね。あー、え、こうなったらもうゲッツ岩石じゃないの、強いのは。強さで言えばね。じゃあこいつにしよう。
そこそこ有名にはなってくれないとうちも困るから。どの階級、フライ級、フェザー級、ライト級、ウェルター級、ミドル級、ヘビー級。ボクシングやったことないからあんまりわかんないんだけど、初心者だけど頑張るぞ。大丈夫大丈夫、お前が痩せてくれれば宣伝になるから、まず写真撮っとこう。今の状態を撮っとこう。ビフォーアフター必要だからな。ライズアップでもやってるし。手続きが完了しました。一流の選手に育っていきましょう。はい、これで OK。 戻ればいい。チャンピオンになるため今日からお世話になります。頑張るよ岩石ゲッツ。チャンピオンベルトを枕にして寝るのが夢です。寝づらそうだけどな。いい夢見るために頑張ります。それではバスで向かいます。到着まで少しお待ちください。あ、まだここにいないんだ。どっかから来るってことね。あ、ゲッツが、ゲッツ来るってことね。あ、これか、これにバス乗ってんのか。ゲッツが来たな。ゲッツ、おお、覆面覆面も来たよ。え、なに、え、じゃあ勝手に入ってきた、勝手に入ってきた。昼間ボクサーたちは川沿い走り自主的に鍛えていきます。まあ設備が走るしかないからなそんなジムいいの。設備が走るしかないけど勝てるそれも設備いらんくない。少し見てみましょう。うん、見たい見たい。え、なんかこいつ誰、こいつ、こいつ誰。あ、走ってる走ってる。ああ、いいよいいよ。合わせれないんだこいつに。合わせれるかな。カーソル合わせる。あ、練習方法ノーマル、トレーニング、室内練習、外前練習。あ、これはなんかこのニコちゃんマークみたいな顔は使うんだ。したら右上の今10あるってことね。6と9で伸ばせれるってことね。あ、ボクシングだから体重マンだね。これで太っちゃったり減っちゃったりするから階級が変わっちゃうんだ。へえ、面白。情報は選手候補一覧。あ、こいつらも一応いるんだ。待機してんの違うジム行ったこと。あ、覆面トレーナーか。頑張ります。技術65、魅力100。まあ、確かに魅力あるな。月給62000。練習が楽しくなる言葉を操る指導者、いいじゃん。結構重要じゃない。才能の塊じゃないそれは。だってさ、ほら見て、フィットネス会員。やっぱりここなのよ。俺多分ここが重要だと思うよ。知ってるから、カイロソフトさんのゲーム。激射リスト、連続2コンボ、1パンチダメージ15。ああ、そういうのもあんだね。アイテムは何か持ってる。誰に使えますか。トレーナーにも使えるんだ。現在アイテムはありません。用具や設備を充実、拡充してアイテムを入手しましょう。じゃあとりあえずはこれ走らせとけばいいのか。あ、掃除してる。あ、もうトレーナー偉いな。ただ遊ぶだけじゃねえな。でこの子はじゃあ何、この子が秘書でしょ。これから成長していく選手たちはしばらくアマチュアとして戦っていくことになります。はあ、申請が無事通り試合ができるようになりました。選手を選択しましょう選手おもちゃみたいな扱いされてるけど大丈夫。うちちょっと登録できたからお前ちょっと行ってこいやみたいな。あ、試合いける。アマチュア戦、新しい対戦ある。目に物見せてやる。田中宏太選手に挑戦できます。勝てるかゲッツ。お前なんか、え、うん、俺本当にボクシングって分かんないけど、どうなのこのジムに入った時点でリングネームみたいのは決まるのかな。プロになった、あ、もうでもプロなのか。アマチュア戦、ん、アマチュア戦はプロ戦じゃないのか。いろいろよくわからん。やっていけばわかるかな。ファイトマネーはまだただなんだ、ゼロなんだね。ってことはやっぱプロじゃないんだな。対戦カード決定、5月1週に開催。この日のために努力を重ねてきた。絶対に負けないぞ。それはもうゲッツだって今日1日走ってんだから、この試合のために。試合が決定しました。待ち遠しいですね。ゲッツだってな、ほら今日からトレーニング始めて走ってんだから。あ、試合まで3週間もあんだね。右側に書いてあるけど、あ、え走ってるだけでパンチ力上がるの。足腰鍛えられるだけではなく、でも走ってればいいんじゃない。じゃあ綺麗になりすぎるって。これがさっきの会長みたいなやつか。うん、会長の名前なんだっけ。会長の名前もう忘れちゃったなシステムはなんか見れる。
あまあ通常通りだね。で高速はそうね、エンディング後に10年だか15年だか、まあゲームによって違うからあれだけど、それ次第でいけるってことね。よし、横は、あ、これが限界か。分析担当の記者、はじめまして、こんにちは。数ある試合の戦前予想をしております。予想屋か。今後注目のダイエットジムの初めての試合ということで気合い入れて記事を書かせていただきました。頼むよ、ぜひご覧ください。ゲッツがどんだけ痩せたかを。ああなるほどね。てかゲッツより能力が低い田中ってもうどうなんだろう私の予想ではゲッツ岩石が優勢か。見応えある試合になりそう。うん、なかなかの分析でしたね。試合までまだもう少し時間があります。早速トレーニングを行いましょう。そういえば設立時にこちらをいただいておりました。スマイルポイント、あ、これが右上のスマイルポイント。特別なトレーニングに使えるポイントです。これを使って特訓しましょう。おっと、気づけば夜になりました。夜はボクサーはジムの中に入り練習を始めます。トレーナーと本格的な練習で能力のアップに期待が持てますよ。はあ、夜はトレーナーと練習するんだ。練習する場所ないけどな。てかこいつ働いてないんだね。俺のバスケ知識は初めの一歩だけだけど、初めの一歩だって初め釣り具屋とかやってたよね。え、青木だってラーメン屋働いてるし、まだまだやれるよ。もっと行って。あ、メニューだ。でゲッツでトレーニング、あー、これじゃあやってみるか。一回体重太らせない方がいいよな。あー、これでちょっと一旦パンチ力上げよう。攻撃力は最大の武器にはなるでしょう。ラウンド1、癒しスポット巡り中癒しスポット巡って大丈夫？今日はこんなところだな。早くない？あ、でも大成功だよ。あ、こういう感じなんだね。なるほどなるほど。あ、ちょっと待って、練習方針って、あ、選べる。ダイエットに専念します。やる気が少し回復しやすくなります。来た来た来た、やっぱ俺分かってるわ、分かってる、カエラソースさんのこと。ここが結局重要になってくるよ。ポイントを獲得しやすく、アイテムを見つけやすいかも。通常通りの練習に専念します。能力が上昇しやすいかも。まあとりあえずこれでいいか。じゃあなんかハードとかにできるのかなと思ったんだけど、そういうことではなさそうだね。よし、鍛えてくれ。これメニューにさ、いや、手のマークついてんだけど、これ何？他、え？ここも、あ、ついてるね。ガッツついてて。ここに来ると手のマークがなくなるんだけど。もう一回こっちもやっとけってことかな。やってみるか。特訓、ラウンド1。ビデオ鑑賞中。ああ、相手の研究な。うん、重要だな。相手を見とかなきゃいけんからな。これでいい？え？まだやった方がいい？メニューから手のマークが全然消えねえな。あ？特別なトレーニング出てきたよ。走り込み、しっかり休む。減量徹底する。たくさん食べる。なんか、なんかイメージとしてはさ、シャドーボクシングとかさ、スパーリングとかさ、そういうことするのかなと思ったけど、休むか食べるか走るか、あ、そっか、そっか、シャドーボクシング、シャドーボクシングは別にできるだろう。鏡がある、鏡もないのかな。まあ、じゃあ金ないやつでいいかな。とりあえずはいろいろ見たいし、なかなかの効果があったようです。やる気が8増えた。体重測定が始まります。無事に通過できるでしょうか。あー、なるほどね、軽量があるんだね。ゲッツ岩石選手の軽量が行われています。無事にパスできるでしょうか。見事に軽量一発クリアです。素晴らしい肉体美に賞賛が集まっています。ありがとうございます。あー、ギリギリもうちょっといけたのか。やっぱ体重重い方が有利なんだろうね。だから選手は軽量の時までギリギリまで体重を落とすんだよね。で、翌日までにちょっと戻すみたいな。
ゲッツ岩石選手の魅力が1上がった。なんとか乗り切りましたね。残すは試合のみです。試合までもう少しです。そうだ、あと1週間だん。1週間で昼と夜があるわけじゃない。だってもともと3週間だったよね。昼で1週間、夜で1週間なのか。ちょいちょいさ、トレーナーがさ、掃除挟むのが面白いよね。おー、パンチ力上がった。ありがとうございました。な、なに？出かけるな。どこ行くの？どこ行くの？あ、夜になったら帰るんだ、ちゃんと。まあ、そりゃそうだよな。お前らも帰った方がいいんじゃないか。試合当日になりました。いよいよ試合当日です。たって今ゲッツ岩石選手が試合会場に向かいました。新記録出た。そりゃそうだ。3000人中の60人、観客がまばらに訪れます。試合開始が待たれます。よくこんなんでインタビューみたいなついてくれたな。おお、へえ。これでも後々観客席とか埋まってくんだろうな。これどっち読む、どっち読む。実況は私、いっつみまさだか、おなじみの、解説はおなじみ、ケントパンタラ、もう、続きまして赤コーナーより、田中、いや、忙しいな、これ、どこ読む？まあ、いっか、読まないで、もう見たいとこ見てもらおうか。これよりフライ級アマチュア戦を行います。赤コーナー112ポンド、フェニドリジム所属、田中宏太、早いな、青コーナー107ポンド読む、ダイエットジム所属、ゲッツ岩石、体重の差では田中宏太、あ、やっぱ体重重い方が有利なんだな。あ、パンチ力向こうのがあるじゃん。それ以外はこっちのが強いぞ。大丈夫か、ゲッツ頑張れよ。あー、いいよ。ワンコンボスウェイ激射。あ、あ、いかれたな。ただ体力こっちのがめっちゃ、こっち82あって、向こう50。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいね、いいね。あ、これで体力なくなったら KO なんだ。で、残ったら判定か。あの子の雷マークみたいなんだろうね、体力マークの下にある。あ、田中宏太選手のガードが崩れてきました。早い。あ、能力下がってくんだね、疲れとともに。いけるぞ、いけるぞ。ゲッツいけ、ゲッツいけ、ゲッツいけ、倒すんだ。おお、入った。ゲッツいけ、よし、いいぞ。削りきれないか、34は。あー、1ラウンドが終わる。これでちょっと回復したりするのかな。10対9、青が10対9。あ、毎回来るんだよ。あ、え、これ何、ちょっと使いたくないな、こんなとこで勝てそうなのに。そのままいけ、よし。いや、こっちの覆面がマジ舐めてるな。俺相手チームだったらあいつ何なんだよっていう。ここプロレス会場じゃねえぞって。あ、ちょっと回復してるかね。うん、勝てる勝てる。あ、いいぞ、 KO いけ、 KO いけ。お互いに見合ってます。左右に揺さぶります。ストレートが見事に命中。あー、復が見事に命中。あ、俺なんか雷マークなくなっちゃったけど大丈夫か。あ、あと1じゃん、いけいけ、一発。おー、危ない。よし、お、いった。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、セブン、エイト。あ、なるほどね、立つんだ。まあ、そりゃそうだよな、ボクシングなんだから。スリーダウンなのかな。でも4だから削れるでしょ。頑張れよ。相手なんてもう、おお、めちゃめちゃ削られてきたぞ。大丈夫か。ただワンダウン取ってるから、よしよしよし、判定でもいいよ、有利有利。どうする、いや、そのままいけだな、勝てるだろ。ここでメニュー開いたらどうなんだ。あ、タオル投げれるんだ。激写リストって何。激写条件達成によりスマイルポイントを20ポイント獲得できました。あ、ここで新しいことをするともらえるんだ、なんかそのスマイルが。なるほどね、 OK。 ラウンド3、あ、3ダウン上のやつ、あ、違う、あ、1ラウンドで3回ダウンしなきゃダメなのかな。
よし、いいぞ。ワンダウン。できれば KO が見たいぞ。あ、どっちも疲れてんな。まあでもな、初戦だから勝てばいいか。おお、いいぞ。あと1回のダウンだぞ。いけるか。いけいけ。あ、1だぞ。ちょっと触ればいい、触ればいい。ポンで猫パンチ、猫パンチ出せ。おお、入った。 KO ゲッツ。勝者青コーナーゲッツ岩石。フライ級アマチュア戦、まあファイトはねゼロだから、まあしゃあないけどな。いいぞ。あ、ここでももらえるんだ、別に途中で見なくてもね。ああ、なるほどね。人気に変動がありました。試合を重ねてレベル上げましょう。よし、俺らはチャンピオンとか目指してないからな、別に今のところは。観客を増やそう。そっから観客の、観客じゃないわ、ダイエットの中から、中には出てくると思うよ、チャンピオン目指したいですみたいな、俺才能ありますみたいなやつ。そいつを伸ばそう。ゲッツは正直もう踏み台よ。こんなやつが世界戦はいけないと思う。あ、なんか実況と解説すげえ喋ってるな。参りました。試合後の控え室、え、そんなのも出るんだ。対戦した相手がやってきました。乾杯です。また再戦できる日を心待ちにしています。ゲッツ岩石さん、試合に初勝利、なんとか勝てた。ゲッツ岩石さん、激闘の試合の結果、しばらく練習せず回復が必要です。まあそりゃそうだろうな。ほがらか次郎会長、協会の方がお見えですよ。ちょっと待って、次郎会長ね、次郎会長、ちょっとメモっとくわ。会長あんま出てくることないから忘れちゃう。次郎ね、こんにちは。先日の試合の堂々たる戦いぶり、とても感動して本日は参り、伺いました。これからのジム運営に役立つ品をよりすぐってお持ちしました。あ、え、ボクシング協会会長がくれるの、こっちで買わなくていいの。そこは遠慮なく受け取ってください。あー、敷地の拡大、ジム用具、初心者セット、ジム用具初めてセット。あ、何これ、ホットって書いてあるの、おすすめってことなの、おすすめのホットなの、これを選べってこと。でも今広さいらなくない、まずジム用具じゃない、だってこいつ走るしか練習できないんだもん。そうですね、最新鋭の練習用具を紹介します。これで練習すれば成長間違いなしだとの噂ですよ。縄跳びジム建てる金あんだから縄跳びぐらい買えよ。今回は特別にこちらもお付けいたします。ダンベル3つ。あ、これアイテムなんだね、使うってことかな。寿司寿司を2つって言うこと、寿司2貫、寿司2貫かな、もらえたのかな。選手を選択してアイテムを使ってみましょう。ああ、トレーナーっているのか。まあ、あ、そっか、月謝もらえるんだ。そうだよな、そこが重要だよな。うん、ゲッツ岩石が21歳の誕生日を迎えました。まだまだ3年を活躍できそうです。ボクシング選手ってでもそんな24歳とかでは引退しないよね、もうちょいいけるよね。24歳で引退だったらさすがにだって稼げる時期短すぎるもんね。まだ設立間もないジムですし、今回はもう一つ選んでください。めっちゃ優しいじゃん、どうしたの。え、そうなってきたら敷地の拡大、いやでもそれまだだよな。練習道具もらっとくか。外の設備も気になるけどな。自動販売機と試合ポスターのセット、試合ポスターのセットもらっとくか。次の試合まではとりあえず今もらった縄跳びをやさせとこう。わかりました、屋外に設置する役立つグッズを授けましょう。人通りのあるところに設置すると良いでしょう。自動販売機を1つ獲得、試合ポスターを1つ獲得。うん、素晴らしいジムが増えることで業界全体が盛り上がります。ぜひ世界に轟くような選手を育てていってくださいね。まだちょっと早いな。それではまたお会いしましょう。あ、選べるぞ。
あ、縄跳び選べるね。こっち側から、入り口から近い方がいいから。あ、え？縄跳びに10万円もするの？縄跳びくれるって、くれたのはいいけど、案をくれたみたいな。縄跳び終えたらいいんじゃないっていう案をくれたってこと。結局設置に10万かかるんだ。マジかよ。やるしかねえ。よかった、2個買ってたらえらいことになったぞ。用具が増えました。ボクサーたちの成長を手助けしてくれそうですね。人気が高まっていけばフィットネス会員を集めていくこともできるかもしれないですね。そこが狙いだからな、こっちは。これからもたくさんの用具を設置していきましょう。お、激写カメラ。先日はおかげさまで我ながらいい激写ができちゃいました。私、ボクサーの素敵な場面を取り収めることで生計を立てております。え、売りつける？こちら先ほどの激写の際についでに撮れたもの。ちょっと待って、うちの選手をついでなのか。撮れたものをお渡ししますね。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと言い方が悪いな、このカメラマン。別についでに言わなくていいな。あ、スマイルポイントもらった、ありがとう。あ、ここにトロフィー並ぶんじゃない、もしかして。あ、新しい新聞が届きましたよ。どれどれ。ボクシング通信。先日のアマチュア試合を圧勝とも言える戦いで制したのはまだ KO だからな。ボクシングジム業界にキラ星のごとく現れたダイエットジム。会場で片つばを飲んで試合を見守っていたスタッフの方に話を伺いました。私たちは設立間もないジムとあって設備もまだ揃っていません。素晴らしい手腕の会長と秘書がいるので今後の活躍にぜひ注目してください。あとフィットネスコースの準備もしているので気になる方は連絡くださいとビラをいただきました。いいぞ、宣伝もしっかりしてる、いいぞ。最近お腹が少し出てきた記者たちも興味を持っていました。兵士では今後のダイエットジムの動向に注目していきたいと思います。もうマジネーミングセンスがぴったりじゃない。さあ、で昼は、あ、来たぞ。ここで着替えるんだ。ああ、なるほどね。ちゃんと選手の前に来て挨拶する。偉いぞ。あ、給料もらっていくのね。対戦相手1人。あ、対戦できる。あ、でも違う、まず休憩が必要って言ったもんね。新しい対戦相手、熊川哲司。強そうだな。これでちょっと待って、休憩が必要って言ったからちょっと休憩させないといけないんでしょ。いつ来んのあいつは。予定なし。あ、回復中。もうちょいかな。回復終わったら回復終わりみたいになるんだ。あー、月謝もらったんだね、いいね。あ、ロードワーク行ったけど、でもまだ回復中だな。こ、右側の、あ、屋外設備作れる。そうだ、ジャンキー。あー、試合ポスター。住民が利用したお金が貯まります。試合でお客さんが少し増えるかも。あ、ちょ、住民からもお金。あ、いっぱい置けんじゃん。どこにしようか。この辺にしようか。じゃあ、あ、いいね。ポスターもね、置こう。これお金かかってないの大丈夫だよね。ポスターはこの、ま、やっぱ前じゃない。試合のね、うちの、うん、ジムの前に置きたいよね。これ回復待った方がいいよね、多分ね。これいつになったら2人とか雇えるようになるのかな。でも広げないとダメだね、多分。あ、ちゃんと掃除してるわ。こいつらイチャついてんじゃない。ずっと部屋から出てこないけど。24時間やるもんね、だって。ボクサーコース開始。え、トレーニングガンガンするな、回復中の終わりには。いや、これやれよ、これ。こいつらなんで縄跳びしないの。見てる。あ、シャドーボクシングを見てるだけだ。いや、掃除始めた。たまに飽きるんだよな、このトレーナー。ほら、ほら、飽きた。ちゃんと見てやってくれよ。あ、下のこの雷マークはスタミナみたいな感じかな。あ、あ、縄跳び使ってる使ってる、いいぞいいぞ。でも別にトレーニングしても減らないんだな、スタミナとか。じゃあ逆に言えば回復してるもんね。たまった。
お疲れ様でした。あ、これで OK か。試合組める、組もう。アマチュア戦まで行こう。ちょっと待って、平凡なフットワークが特徴のインファイトボクサー、アウトサイドボクサーだっけ。もう一人は外からカウンター狙うやつね。鉄次、よし、3ラウンド制ファイトマネー。まだ、え、ここもまだゼロなんだ。いつお金稼げんのよ。まあでも月謝もらってるからな。あ、なるほどね、勝った方がプロになれるんだ。いざ勝負。こっから次が金もらえるんだ。ちょっと頑張ってもらおうかな。勝てるかな。能力情報で対戦相手見れる。こいつら今入れれないの。月謝欲しいな。入れれないね。対戦相手見れないな。電話で見れない、見れないね。一回申し込んじゃうと、あ、予想屋か。私の予想ではゲッツ岩石が優勢か。見応えある試合になるぞ。あー、でもギリギリだね。スタミナが圧勝してるけど他は大体同等なんだ。まあ利益マイナス2万7000。いや、トレーナーの月給が高いのよな。今月の成長、え、試合したのに成長してないの。6月になりました。夏の実力を試す大会の時期ですよ。大会あんの。言っといて、それ試合申し込んじゃったんだけど。こんにちは。日頃から鍛錬を続けるボクサーたちが一堂に集まってその技を競い合う会を毎年開催しております。ダイエットジムも実力をつけたボクサーがいるとの噂ですので、ぜひ参加してみてくださいね。1位のジムにはそれなりの報酬を自腹で用意したので獲得を目指してくださいね。では頑張って。いや、会長さ、くれると見せかけて結局こっちでお金払うじゃん。夏腕出し大会、滝行レベル1 ちょっとよくわかんないけど決定しとくか。滝行レベル1に挑戦、出発するようです。全国、早いな。さあ、月岩石選手の挑戦です。緊張の面持ち、どのくらい続けられるか。おお、かなり持ちこたえてます。13分14分、はい、14分どうなの。うん、なかなかの記録でしたね。順位が気になります。あ、ここはボタン押していけんだ。おい、え、あ、19位か。はてなはてなってなって、なんだろうな。なんか後で出てくるってことなのかな。隠されてんのかな。あー、なるほどね。結構、あ、1位は、1位誰。黒沢明太子、25分。なるほど、これで19位。どうなの。なかなかの結果でしたね。また頑張りましょう。参加賞もいただきました。あ、まあまあなんだ、悪くないんだね。すぐスマイルポイント、スマイルポイントでも貯めておいた方がいいのかな。使った方がいいのかな。使ってっか。ちょっと次の試合もギリギリっぽいし、こんなにもらえるんだったら、うん、いけるだろ。まだ体重ちょっと増やして大丈夫。あ、マイナス 1.3 ってことはまだ 1.3 余裕があるってことなんだ。よし、いけ。ほどほどだった。あ、そういうこともあんだ。全然伸びねえじゃんこんなさ、6も使っててさ、まあ、6もなのか分かんないけど、どうなの。あ、大成功とかもあんだ。いいね、いいね。あ、技術力とか上げよう。体重落ちちゃうんだよな、こっち外回り。どう、癒しスポット、癒しスポット巡る。スタミナか、まあ、でもスタミナ多分重要なんだろう。あ、ラウンド2とか出んだ。温泉巡り、あ、いいじゃん、いいじゃん。ラウンド、あ、じゃあここもラウンド2とか出るかな。体重もうちょっと上げとかないと、多分ね、体重不利があるんだよな。うん、あ、技術力上がった。あ、防御力も上がったね。いいね。ちょ、もうちょいやっとこう。はい、あれから多分3回ぐらいやったのかな。で、ちょっと技術力が50までいきましたね。これで多分ちょっと余裕あるんじゃない。寿司、体重が少し増えるもの、スタミナが回復します。ダンベル、パンチ力アップし少し減量もできます。あー、なるほどね、こういうのもあんだ。まあまあ、でもまだいけるでしょう。どうなのお前ら体力的には。
あ、え、月謝って毎週くれるん？美味しい。でもこいつにも毎週お金払わなきゃいけないんでしょ。あ、違うか、1ヶ月か。一応これ6月の1週目だからお金払ってんだ。あー、そういうことね。ちょっと待って、6月のその大会はさっきのやつが大会ってことだったんだ。あ、頑張って走ってる。え、休ませる？体重増やすのも大事か。3万ぐらい使っ、いやでもお金がな、お金がないのよな。いや走り込ませよう、やる気増やそう。さあ、ゲッツ岩石選手の軽量、これはパスできるでしょ。はい、一発クリア、ありがとうございます。そうだ、1キロ以内だったら悪くないんじゃない、よくわかんないけど。でも俺この間朝倉未来選手の減量のやつの YouTube 見たんだけど、すっごい大変そうだね。やっぱりほんと試合で華やかなことやってるけど、あれはやっぱね、寿命縮めてるよね。大変そうだと思う。見てない方は見た方がいいよ、水抜き動画みたいなやつ。あれ俺本当にできないと思う、死ぬわあんなの。半年に、まあ、何回、1年に何回ぐらい試合するのか分かんないけど、年に何回かやんなきゃいけないでしょあれは。あ、210人まで一気に増えてる。観客がまばれに訪れます。よし、さあどうだ。はじめに青コーナーよりゲッツ岩石選手、能力的にはどう。あ、全然勝ってんじゃんね。え、体力もスタミナもこの能力的にも、技術54、パンチが若干向くのが強いのか。防御もこっちの方が高い、フットワークもこっちの方が高い。勝ったな。これが KO かどうかだな。レパートリーか、レパートリージムか。110ポンドの4分の1って言われても全然わからんね。さあどうだ、頑張れよ。ごめん、何回見てもトレーナーが舐めてんなって思ってしまう。向こうのチームめっちゃ真面目なのにな、なんでトレーナーを選ばせてくれなかったんだろうな。おい、いパンチャーいった、いいぞ、2コンボいったね。はい、あーやばい、打たれたな。ストレートが6でダメージ強いんだね。ジャブが2か。パーリング、パーリングってなんだろう。はじめネップにそんな言葉は出てこないな。出てきてたかな、スウェーとか出てくるけどね。ダッキングみたいなやつとか。さあいけんじゃないか、1ラウンドで決めれるんじゃないか。あ、ジャブ1の、あ、ストレート13つ決まるじゃん。へえ、いいぞ。あ、いったんじゃない、よし。いや強い、うちのゲッツ強いかもしれん。あとはもうビフォーアフターで痩せれば、やっぱ会費を稼がなきゃダメだと思うんだよな。うちのトレーナー高いから、覆面トレーナーが。ファークもう圧勝だな、10対6。いや、そのままでいいよ、そのままでいいよ。だってこっち、まだ HP みたいなやつ88あるよ。スタミナも41あるし。むしろ1試合目より楽な展開だな。うん。うわ。あ、これはいった。ラウンド2でまた。解説はあんま喋らないんだな、実況頑張ってるけど。ゲッツ岩崎選手、どうやらスタミナ切れ、あれ、ゲッツ、あ、いよいよ、あ、もう2ダウン奪ってんじゃん。次だね。ほんと2人とも疲れてんな。あー、もういったわ。フックが見事に命中。勝者青コーナー、ゲッツ岩崎、ありがとう。わ、いいぞ、一勝して魅力も伸びてスマイルも増えてお金は伸びない。 KO 勝利おめでとうございます。あ、激写条件達成よりスマイルポイントを15ポイント。これだけど後々もらえなくなってくるのかな。あ、階級でまた違うんだ、もらえるもん、それぞれでもらえるんだね。なるほどね、いっぱいじゃもらえるんだ。試合を重ねてレベル上げましょう。あ、ジムのレベルがね。おめでとう、ゲッツ岩石選手、いい試合でした。ていうか実況と解説はつかないです、この辺じゃ。
それではこの辺で体育館より、あ、もしかしてドームみたいなところで試合したりもするのかな。夏はサーフィンだよね。何の話してんのこいつサーフィン、あ、それで実況点点点だったのさっきも。なるほどね。試合後の控室、あ、毎回来てくれるのかな。来ない時もあんのかな。参りました。く、苦節8年プロの夢がまた叶わずか。え、鉄次8年やってんのかよ。じゃあやめた方がいいよ。もう諦めなよ。ゲッツ岩石さん、プロライセンスを獲得。ほがらか次郎会長、協会の方がお見えですよ。先日も素晴らしい試合でした。関係者の間も評判でしたよ。それではジム運営に役立つ品を遠慮なく受け取ってください。いやだから買うんでしょ結局。うん、あー、広報活動もいいな。新しい活動もいいけどな。どうしようかね。お金がないからな、ジム用具。敷地の拡大もお金かかるかな。新しいお店を紹介してもらえる。こっちで稼げる可能性もあるのかな。ちょっとやってみようか。そうですね、ジム周辺に土地があるようですし、私の知り合いに土地の活用を打診してみますね。新しいお店の候補を見つけた。ここでも稼げるんだったらいいぞ。今回は特別にこちらもお付けいたします。速乾タオル。うん、アイテムだね。北京ダック。太りそうだな。プロになりました。プロとしての試合ではファイトマネーも跳ね上がっていきます。もちろん強敵もたくさん現れるので負けないように成長していきましょう。ちょっと待ってよ、まずちょ、建物見てみたい。え、建物はどう建てんの。あ、スポーツショップ店長、はじめまして。この度この土地をいただけると話を聞いて飛んでいきました。土地をあげるなんて話してんのめちゃめちゃ気前がいいんだけど、20万しかないくせに。これから町に根付いたスポーツ用品店やアイテムを取り扱うお店を始めたいと思います。そこで折り入ってお願いがあるんですが、建築の費用が足りなくなってしまったので少しばかりご援助いただけると嬉しいです。ぜひご協力お願いいたします。土地もらって建築費ももらおうとしてんの。お前裸一貫で経営者になろうとしてんの。なるほど、なるほどじゃねえのよなるほどじゃねえのよ。だから素敵なお店ができそうですね。お金に余裕があるときに協力していきましょう。いや、これだからその後にお金もらえるのかな。立つといいな。元世界チャンピオンの友人の親戚を店長に据え、立派なスポーツショップを作りたいです。元世界チャンピオンの友人の親戚、もう友人入った時点で全くの他人だからね。それ、いや10万はまだちょっと危ないって。だってこいつに6万かかるんだから。あれ、いなくなってる。え、帰った。まあそっか、夜だからか。あ、これちょっとずつ広がってくんだ、こっち側に。なるほどね。え、ちなみにもう次は休憩いらないのかな。あ、回復してるわ。はい、じゃあ今日のところはとりあえずここまでにしましょうか。ゲッツの頑張りがね、2試合ありました。次はプロからやっていこうか。ゲッツのプロ戦からね、やっていこうと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。